皆さんこんにちは。店長武蔵とその仲間のバイク店をやっている動画でございます。はい、昨日ですね、7時何どうですかね、夜ね、あのちょっと食事をしてたら電話がかかってきまして、はい、バイクの修理できますか、やってますかっていう感じだったんで、まあやってますよって、できますよっていうことで、で一応ね、エンジンが止まっちゃったんですけど、突然止まってかかんなくなっちゃったんですよっていうんで、車種は何ですかってね、で、ないです、まあ、スクーターなんですけど、で4サイクルで、あでセルは回ら押してもどうんともすんとも言わない、いやキックは降りますかって、キック動かないっていうんですよ、おっしゃるね。で、まあ、車種から、4サイクル、ね、ですよねっていう、あ、そうですね、あ、そうですって。エンジンオイルの交換はされましたか、エンジンオイルの交換はしてますかって聞いたんですかね。あ、してないです。どれぐらいしてないですかね。いやー、1年以上してないような気がしますねっていうことで、で、距離はどれぐらい走ってますかって、何なんだかね、あれなんですけど、で、毎日乗ってるんで、かなり走ってるとは思いますっていうんで、で、まあ、ね、で、キックがもう降りなくなっちゃってるとかね、そういうことになると、まあ、私のそれは勝手なね、あれですけど、もしね、エンジン焼き付いてるんじゃない、エンジンが焼き付いてるかもしれませんと。ね。で、まあ、オイル交換をされていないということなんでね、まあ、ツーストでオイル入れてないっていう、まあ、それも一つのあれもありますけど、まあ、フォーストのオートバイで、オイルをね、交換していないと。っていうことになると、で、まあ、鈴木さんのやつなんですよ。で、あれおそらくですね、3000キロでやんないと、いや、もっと速くてもいいかもしれない。それぐらいでやんないと、やっぱりあのタイプは、なかなか厳しいのかなと思うんですよね。はい。で、まあ、交換していないということで、っていう感じ、どうしようもない、私としてもね、どうすることもできないんで、で、修理するとすると、いくらぐらいかかるかっていうんで、で、一応ね、まあ、仮定として、その、なんですか、エンジンが焼き、その話を伺ったこと、感じだと、エンジンが焼き付いているんじゃないか。で、それの修理となるとですね、で、まあ、いろんなね、シリンダー、まあ、多分ピストン、動かない、もう、要は、動かないわけですから、キックね、踏めない。で、まあ、もちろんですね、プラグホールのとこからですね、潤滑剤をね、シューって入れてね、で、少ししばらく放置して、回り出すかもしれない、うん、そういう可能性は、まあ、あるんですけど、ただ、いろんなね、ありますから、それでじゃあ治った、それでね、OK っていうわけにもいかないじゃないですか、はい、なんで、まあ、あとですね、まあ、オイルがちゃんと入ってるかどうかですね、で、まあ、修理するんじゃなくて、まずオイルを抜いて、まあ、ずっと交換してないところですから、オイル交換、まあ、すると考えて、オイル抜いてみてどうかってことで、出てこなければね、さすがにもう、ポタポタでも出てきてくれればまだあれかもしれないんですけど、全然出てこなかったらもう、やっぱり焼き付きは間違いない。まあ、ちょろっと、前にね、トゥデイとかで、ほんのちょろっとしか出てこない時あるんですよ。本当に、100cc も出てこない。何 cc って感じ。まあ、何 cc はないですからね、極端。で、ちょろちょろって出て、もう、ポタポタポタって、でもエンジンなかなか焼き付かないもんですけどね。買ってきてね。なんだこれっていうのは結構あるんですよ、トゥデイ。トゥデイだけ、まあ、過去にね、トゥデイでは2回ぐらいありましたね。他のメーカーどうですかね。で、もう最近もう開けてね、もしですよ、まあ、買わないんですけど、もう原付は最近はまあやっぱちょっと難しいんで買わないんですけど、そうですよね。やっぱりね、原付はね、まあ、仕事頑張ってください。商売うまくいくことを祈ってますね。やっぱ原付やらないでうまくいくのかっていう、あれかもしれないですね。まあ難しいんですよ。要は売り値がもう7万8万で売れるんであればね、原付いいと思うんですよ。ただ実際やっぱり買われますかってことなんですよ。はい、それでね。で、やっぱ個人売買とかでね、原付とかはそれが一番いいのかなってやっぱり私は思います。で、必要な修理があったら、自分でできなければね、必要な修理はバイク屋さんでやってもらうと。ただやっぱりそれでね、やっぱり1万2万だ3万だって修理で、まあ、整備するのにねお金かかったとしても高くついたっていうことではないと思うんですよね。うん、難しいんですよやっぱり。はい、非常にもう
ギリギリの線の世界なんで、はい、いわゆるスーパーで売ってるようなあの安いね1個何十円とかいう世界と一緒ですよ、はい、ちょっと違うんですかね、ね、個人売買やっぱりそうなっちゃうとね。でやっぱり、うん、あ、それでまあ話は戻しますけどね、すいませんね。その修理代ね、で部品代だけでもまあ数万はかかります。まあ、シリンダー、まあ、ピストン、下手するとクランクも変えなきゃいけない。で、外れりゃいいですけどね、綺麗に。で、例えばシリンダーもちょっとね、磨くだけで、ああ、大丈夫って言うならいいんですけど、まあ、おそらく多分交換しないと、まあ、ピストンも間違いなく交換しなきゃダメ。もちろんリングも変えなきゃいけない。あとガスケット類みんな変え、結局バラすってことはガスケット類も変えなきゃいけない。で、じゃあオイルシール、横のオイルシールとかもね、どうしたらいいんだとかね。まあ、何百円なんですけど、でもそういうのも塵も積もればですから。一個一個はその数百円でも、そういうのがもう何十点ってあってくると、あっという間に何千円、万円っていう世界になっていくわけですよ。で、結局それを修理してね。はい。そうすると、やっぱりね、数万円、まあ、余裕でかかると思うんですよね。数万円、下手す、まあ10万はいかないと思いますが、数万円。で、なんか話を、5万で買ったバイクなんですけどっておっしゃってたんで、まあ、それだったら、やっぱ、その修理代がね、やっぱりまたそれ、まあ、それぐらいでもかかっちゃうかもしれないですからね。なので、まあ、ずっと交換してないってことなんで、オイルをね、うん、で、おそらくオイル交換してないってことは減ってきますから、だいたい3000キロ過ぎて4000キロ5000キロなんて乗ってくるとオイル少しずつ少しずつ減ってくると思うん で最終的にはもうオイルの役目もしなくなって、それでもうだーっともうオイルもどんどん減って、で最終的には焼き付くということだと思うんですが、ただまあ私はその話を聞いた過程で話してますからね、違うかもしれない、もしかしたら焼き付きじゃなくて単なるちょっとした、ことかもしれない、はい、ただエンジンかからない、セル、ね、押してもなんともずっと走ってたのに、うんともすんともやな、で、キックが降りないってなるとね、やっぱりでオイルもずっと交換してないってことであると、やっぱそういうことなのかなと思っちゃうんですよね。どうですかね、どう思いますかね。でまあ電話なんでね、実際に車体を見たわけじゃないんで、まあちょっとね、車体あればオイル覗いたりしてどうなのかなとか、見れるかと思うんですけど、まあ、話を伺ったので、で私の、まあ、考えられる中でちょっと質問させていただいて、でそういう回答だったんですよ。なので、まあ、買い替えた方が安いですか、いいですかねって言われたんで、難しいんですけど、やっぱり買った金額がね、やっぱりそういう、まあ、5万ぐらいで買われたということであれば、やっぱそうなんじゃないですかね。もしかしたら中古のエンジン乗せ替えるとかね、そういう手もあるとは思うんですが、やっぱりそういうバイク屋さんがあればね、ああ、そのうちにあるよ、中古の、ああ、やってあげるよ、つって。そうだね、まあ、何万かもらえれば、みたいなね、ふうにやってくれるとこがあれば一番いいんですけど、なかなかね、難しいのかな。そういう店もあると思うんですよね。うん、昔のうちだったらそういうことやってたと思うんで、はい。今はちょっとさすがにね、原付をこう、そうですよね、原付は、で、まあ、こういうバイクって引き取ってもらえるんですかねっていうことだったんで、やっぱりこう、新しいどっかで買えばね、買ったところがもしかしたら引き取ってもくれるんじゃないですかねって話をして、うちとしてはちょっとどうすることも、やっぱりね、うん、やっぱオイルを交換しないと、そうなってしまう、はい、ですよね。だから、まあ、販売とね、必ず、オイル交換してください。3000キロです。キムコの、GP だったら1000キロです。はい。1000キロに1回交換してください。って、一応ね、お伝えまして。ターセイとか2000キロで、はい。メーカーが指定している距離ですけどね。はい、で、まあ、アドレス V とか、レッツとか、50。あれは3000。まあ、でも3000はもう少し早い方がいいですかね。距離は、ね、まあ、半年か、もしくは3000、いや、もう少し少なくてもいいのかなと思いますけどね。どう思いますかね。まあ、メーカーが3000で指定してれば3000でいいですかね。私はもう早めにやった方が、あの辺りはいいんじゃないかって思ったりもしますが。で、かといって、100% 化学合成の高級オイル入れる必要はないと思うんですよ。なんかね、そういうの入れると逆になんか持って、なんかどっかからオイル持ってきたりとか、なんかそういう不安もあるんでね、普通のオイルでいいと思うんですけど、まあ、距離をね、
難しいですね。でもオイル交換しないんですかね皆さんね。でしたらね、うちのが言うんですよ、ちょうどいた食事してたから、うち、でもオイル交換なんかするようなことあんま考えないよねって言うから、それそう言うと思うんだけど、いやでも言われてもオイル交換忘れちゃうとかね、まあ、乗ってて別にほら自分とかはやっぱりね、こういう仕事してますし、で、まあ、車乗ってても軽トラとかもたまに見てね、何キロ走ってるかなって、トリップダブルトリップなんで、片方はオイル交換したらゼロにするんですよ。それからずっとオイル、次大体5000キロ近くな、もしくは、まあ、最近5000キロ超える場合もまあありますけど、そしたらオイル交換すると、はい、でたまに見るんですけど、普段はねトリップだけで、普通のガソリン入れてからどれぐらい走ってるかっていうのを、まあ、ずっと見てるんですけど、やっぱりね難しいですよね。でも一応ね、やっぱりお客様には上手にオイル交換は絶対ちゃんとやってください。それはやらないと本当にエンジン壊れちゃう、そんな感じですね。皆さんも、まあまあでもね、見てる方ほとんどやっぱりやってらっしゃいますよね。そういう方がやっぱり、そういう方がやっぱり見ていただけると思うんで、こんなね話ずっと付き合っていただける方はね、やっぱりそういうところはご自分でねちゃんとやってる方だと思うんですけど、オイル交換はちゃんとやってください。はい、そしたら、ね、言うんですよ、だってさ点検、ね、健康診断行かないのいるじゃんって言うんで、ね、うちのが健康診断とかね行かないのいるじゃんって言う、行かないじゃんみたいなこと言うんですよ。オイル交換と一緒だよって言うから、いやちょっと待って、それは違うんじゃないか、オイル交換と定期、いやそれは言うならば12ヶ月点検とか24ヶ月点検じゃないのか定期点検っていうのはね、体のそう健康診断っていうのはそうじゃないのっていう話をちょっとさせていただきます。やっぱりちゃんと食事するとかね、健康的ななんかであるとか、そういうことがオイル交換なのかなと思うんですよ。違いますかね。そんな感じで、はい、皆さん定期的にずっとね、乗ってないからとかね、やっぱ1年間ずっともうほとんど乗んないからっていうんでも、やっぱりオイル交換した方がいいと思いますので、あとね、ずっと乗らないで言うとオイル下がっちゃうじゃないですか、みんな良くないんですよね。 その時かける回すのね、あんま良くないですよ。金属のね、みんなこうギアとかアイとかみんなオイルがずっと下がっちゃってるんで、なくなっちゃってるんで、そういう状態で回すと最初のオイルが回るまではオイルが切れてる状態で回るんで、だからずっと放置してやってエンジンかけるで、またずっと放置してまたエンジンかけるってあんまり実は良くないじゃないかなって思う。しかもかけていきなりワンワンワンなんて吹かしちゃったりしてねあんまり良くないじゃないかなって思うんですが、いかがでしょうか。はい、そんな感じで皆さんオイル交換をぜひやっていただければと思います。失礼します。